基本の木、野菜の切り方編、イチョウ切り。イチョウのような形に切るのでイチョウ切りと言います。大根や人参などの円柱型のものをイチョウ切りにすることが多く、煮物や汁物によく使います。厚さは用途によって変えます。人参。皮をむいた人参を縦半分に切り、平らな面を下にしてさらに縦半分に切ります。半分に切った人参の切り口を合わせ、平らな面を下にして端から薄く切ります。皮をむいた人参を縦半分に切り、平らな面を下にして端から薄く切り、半月状になったものを揃えてさらに半分に切る方法もあります。じゃがいも。皮をむいたじゃがいもを縦半分に切ります。平らな面を下にして端から薄く切り、半月状になったものを揃えてさらに半分に切ります。いちょう切りにして作るレシピは、切り方を一つマスターするとお料理のレパートリーも広がります。ぜひお試しください。